皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今週もこの時がやってまいりました。金装のベルメイユ6話。前回理由を説明できないけれど非常に気持ち悪いと言っていた展開に対し、様々なコメントをいただき誠にありがとうございます。クリスと仲良くなっている描写がないからとか、立場がコロコロと変わるからとか、何に対して怒りを覚えて戦おうとしているのかがわからないからとか、これまでの行いが積み重なってここでギュッと凝縮されたからとか、もう皆さんがレビューした方が私より上手に説明できるんじゃないって思いました。しかし皆さんのおかげで私は少しスキルアップしました。これからもどうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。さて、無理やり恋愛フラグを立ててきたベルメイが魔の手に落ちた前回、ここでベルメイを救えば感動的なシーンを作れること間違いなしの展開に持ってこれましたね。凶暴化したベルメイに速攻で殺されてしまうのかと思っていたイケメン教師はどうなるのか、どのような結末を迎えるのか楽しみですね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それではキンベル6話のあらすじはこちらです。イケメン教師に首輪をつけられてしまうベルメイ。そこへ到着したアルトとリリアは教師の一人語りを聞いて呆然としてしまう。先輩が暴走した事件も全て自分がやったことだと白状するとアルトは激高。それに呼応するかのようにベルメイがさらに凶暴化し、首輪を破壊し教師に強靭な爪を振るうが、アルトが間に入って心臓を一突き。金装のベルメイユ、艦。ベルメイの心臓を移植することで蘇りました。教師は悪魔化したりもしましたが、ベルメイが倒して終了です。これでアルトとベルメイは一蓮托生。なんなら人間の寿命はたかが知れているのでベルメイは早く死んでしまうことになります。感動的で非常にいいですね。ベルメイが目を覚ますシーンもアルトの優しい心がよく出ていたと思います。まあ君は訪ねてきた上級生に対し背後から魔法をぶっ放す畜生な人間ですけれどね。決闘フィールドを破壊してクリスを落とした時、やったーって喜んでいたクズ人間ですけれどね。いくら善人ぶった行動をしても少年はそれですから、ことあるごとに引き合いに出しますよ。そんな敵対者に優しさのかけらもないはずなのに、なぜ教師を守ろうとしたのかは謎です。殺すのは違うとか言うかもしれませんが、クリスの時には明らかに殺したことに喜んでいましたし、アルトの下水性格は置いておいて、ジューマ契約というビジネスパートナーの関係を超越し、運命共同体となり生活していくことになります。まだまだお話を続けていけそうですね。こういう展開も用意されているとはさすが人気作品、今後が少しだけ期待できるようになりました。ただのオレツ AA ばかりをやっていくものだと思っていましたが違いましたね。気になるのが、ベルメイの心臓をアルトに移植したわけですが、今ベルメイはどうやって動いているのでしょうか？魔術的な何かで動いているのなら心臓が止まったところで大丈夫じゃないの？仕組みが理解できないんですけれど。アルトの血液もベルメイの血液も循環させているってことでしょうか？もし、ベルメイの血液も転送させて循環させているのだとしたら、アルトが死んだとしても心臓はまだまだ動き続けますよね。何千年と生きる悪魔の心臓なわけですから、ベルメイの心臓で生きているという事実だけ知っていれば良いのですが、細かいところが気になってしまいます。デスノートに名前を書くとなんで死ぬの？と言っているようなものなんですけれどね。あとまだ気になる細かい部分として、心臓を移植したことで今度はアルトが魔力を必要とする体になったからベルメイからもらうという設定です。ベルメイが魔力を必要としていたのは存在を保つためだったわけですよ。心臓を移植してその心臓を保つために必要ならわかります。でもベルメイ自身もアルトの魔力が必要なはずだから魔力を奪い合う現象が起きませんか？分け与えられるほど魔力があるわけ？と思ってしまいます。それともベルメイはもうアルトの魔力は必要ないのかしら？
そもそもその心臓が魔力を必要とするのなら、アルトの体の中にあれば必要ないんじゃない？心臓が魔力を生成しているという設定なら必要な理由はわかり、いや、心臓があるから魔力を生成できているのなら、外部から必要になる理由がないですね。可能性をいろいろと考えてもなんかしっくりきませんね。そこの描写がないから何とも言えず、もうちょっと説明してほしいのよね。そうすればもっとこの世界観に入り込めていけるんですけれどね。他に説明が欲しい設定としては、金色の魔力です。金色の魔力にみんな驚いていますけれど、どうして驚いているのでしょうか。他の色の魔力については何の言及もないので、色ごとの特徴がわからないんですよ。8、9話あたりで魔力測定があるかも、というコメントがあったので、もしかしたらその時にその伏線が回収される可能性は高いです。そんなに引っ張るほどの内容なんでしょうね。そもそも、そんなにすごい特徴だったらすでに授業で紹介されているんじゃない？魔力なんて初歩の初歩の知識でしょうし、すでに中等部にいるわけですし、魔力測定時に何かあったとしても、なんで今更驚いてるの？としかならないんですよ。すでに教えられているんだとしたら、アルトもリリアもなぜ驚かないの？ってなります。教えられていないからでしょうが、ではなぜ教えられていないのかが問題になります。そこはもう少ししたらわかると思うので楽しみに待っておきます。ここまで金色の魔力についてみんなが意味深に驚いているわけですからしっかり教えてくれることでしょう。次の疑問点に行きましょう。キスのシーンに至るまで、イケメン教師の所業がバレてからおそらく数日経っているわけですが、誰もベルメイが悪魔だということは報告していないのかしら？誰かが見ているような気がするんですよね。最低でもリリアと制空権先輩は見ていますし、悪魔は国家機密レベルのはずですし、これは国家反逆罪じゃないんですか？しかし今回はアルトとベルメイの信頼関係について詳しくやるお話だったので、次回にベルメイの処遇について詳しく説明されるのでしょう。さらにイケメン教師の目的もわかるかもしれませんし、いろいろと一人でペラペラ話していましたが、結局目的は話してくれてなかった気がしますしね。ただのマッドサイエンティストで、悪魔を眷属化ができないかの研究をしていただけなのかもしれませんけれど、そうなった経緯くらいは判明するかもしれません。ただのエロアニメでもバトルものでもないなんて、視聴者を楽しませてくれますね。今回は少し説明不足で疑問点は多かったですが、お話自体はまともに感じました。次回はいろいろと楽しみな回になりそうでワクワクです。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。